光加護は中華民国台湾鉄路管理局が西武幹線で運行していた優等列車。自強号登場前の最速列車であった。なお、廃止されたが台東線で活躍中の DR2700 型が光加護名義で運行する場合がある。しかし、LED 表示機器に光加護という車種表示はないので観光号で代用する。 東武幹線の同名の列車は台東線高加号を参照。1966年10月31日、世界銀行の借還により新規購入した DR2700 型機動車で台北高尾の半時期立得会社として光加号を運行開始した。海線経由の列車は途中停車駅が台南駅のみで4時間45分で走った。これは 電化前の台湾で地上最速の乗り物であった。初期のある列車では大鉄弁当が提供されていた最初の乗車券の価格は台北から台中が71元、台北から台南が138元を獲、台北から高尾が158元、台南から高尾が20元であった。大鉄は DR2700 型投入に際して愛称を一般公募した。 1966年3月1日から15日までに集まった総応募数1915票には鉄道のない金門県や宝庫県からの応募も少なくなかった。872もの命名案から一次選考で30案が選出され二次選考で10案に絞り込まれた。最終的に第6代大鉄局長だった林即明が光加号を選定し、 8月10日にテレビ放送で発表された。また、応募参加者には抽選で景品が贈呈された。1等賞は、賞金1000入台湾ドル。2等賞は、賞金600入台湾ドル。3等賞は300入台湾ドルで、他にも台北高尾間の往復乗車券が、新呈されている。ありがとうございます。